ロゴテン、トランクス君、ピッコロさん、間に合ってくれ。大したことなさそうだな。あそこだ。まいったな。フュージョンも終わっちゃったよ。殺されちゃうよね、絶対。頼りになるとは思えんが、俺も戦う。やるだけやって、一緒に死のう。できたご飯、限界を超えた奇跡のパワー。兄ちゃん、兄ちゃんだ。よかった、間に合って。ご飯さん、兄ちゃん、よかった、死んだんじゃなかったんだね。あれがご飯なのか。以前とは木の種類が違う。甘さも消えている。だからあいつとは分からなかったんだ。他のみんなは殺されちゃったよ、魔人ブーに。母さんやデンデたちもか。そうだよ、僕たち以外みんなだよ。美味しかったぞ。みんな食べちゃったんだ、俺がチョコにしてな。いや、違う。感じるぞ、かすかな気を。おい、まさか俺と戦うつもりか。違う、貴様を殺すつもりだ。天然、お前はやっぱりな、お前だったか。遠い遠い、ずっと遠いところで強い力を感じていた。
俺は俺より強い力を許さない。そいつは残念だったな、魔人ブー。よく聞けよ、俺はお前だけは許さない。絶対絶対絶対だ。すまん、ご飯。助かった。いえ。自爆するとはな。死んだのか、ブーは。いえ。どういうことだ、逃げたのか。気を感じないぞ。あいつだって気を消せますよ。隠れてチャンスを狙ってるのかな。わからない。でも何かを企んでいるようだった。もし本当に生きてたってへっちゃらだぜ。あの野郎、ごはんさんに手も足も出なかったもんな。俺たちのスーパーゴテンクスぐらい強かったよな。もっと強かったよ。そうか、うん、ちょっとだけな。そうだ、聞かせろ、ご飯。どうやってそこまで極めたか。へえ、そんなすげえじいさんが。それより、ドラゴンレーダーは誰が。ああ、俺が持ってはいるが、デンデが殺されてしまっては、ドラゴンボールはもう。大丈夫、デンデは生きてますよ。ほら、かすかに気を感じるでしょ。何？本当だ。デンデのところに向かいましょう。他にもかすかに誰かの気が。何？よし。
よし。な、何？わわ。そうだ。ゼッケン！決めた！力を出すぜ！よっ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 ！よし。ゼッケン！決めてる力を出すぜ！ゼッケン！どうしよう。
にかすかに誰かの気が。ん？なんだ？人か？はい、あれは？あ、ミスターサタン、なんであいつだけ生き残ってんの？しぶといやつだな。ほっとこほっとこ。いや、一緒に連れて行ってやろう。俺は神の神殿から見ていた。ああ見えても根は善人なんだ。あいつはあいつなりに地球を救おうとしていた。デンデ、よく逃げ延びたな。でかしたぞ。ポポさんが僕をすぐに下界へ放り投げてくれたんです。さすがミスターポポ、素晴らしい判断だったぞ。おい、何者だあの顔色の悪いガキは。ほら、ガキとはなんだ。神様だぞ、神様。え、なんだって。魔人ブーだ。ノーだな。一体何を企んでるんだ。おいチビたち、俺はお前たちと戦いたい。え、なんだと。勘違いするな。貴様の相手はこの俺だ。まずチビたちと決着をつけるんだ。その後お前と戦ってやる。なんでだ。なんでそんな回りくどいことをするんだ。貴様はこの俺を倒したいんじゃなかったのか。どうしたチビたち、俺とやるのが怖いのか。なんだと。僕たちが怖がってる。今度こそやってやろうぜ、トランクス君。当たり前だぜ。待て、何か変だぞ。おかしいと思わんか。なんで。ミュージャンハッ。じゃじゃーん、またまたやってきたぜ。正義の死神、スーパーゴテンクスだ。あのチビのパワーとピッコロというやつの頭さえ足せば。なんだ。どうかな、ごはんくん。無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞてめえ、二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。遥か遠くにお前の存在を感じた時からこの作戦は始まっていた。そこで考えたんだ。その時戦っていたスーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。だがそのチビのパワーには時間が限られているらしかった。そう話していたんだ。もし吸収する瞬間に元に戻られては困るからね。次の機会を待ったんだ。再びスーパーゴテンクスとやらになるには1時間あればいいらしい。だからそれまで消えていたんだよ。くっ、
そういうことだったのか。どうせ吸収して一等賞になりたかったら、この俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。ふっふっふ、何も分かってないようだな。敵もいないのに最強になってどうするんだ。前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。俺をぶっ殺してやるって。勝負を急がせてもらうぞ。吸収したスーパーゴテンクスとやらは変身時間がかなり限られているようなのね。貴様にしては冷静な判断だ。降参も吸収したのは正解だったようだな。そんなに戦っても無理だと悟ったか。このままじゃとてもかなわない。ボロボロだな。もう飽きてきた。そろそろフィニッシュを決めるか。ダメだ、これじゃやられちまう。こりゃ計算違いじゃったの。しゃあない。孫悟空、お前手伝いに行ってやれ。え？いや、オラもう。そうです、ご先祖様。実は孫悟空はもう二度と現世には行けないのです。んなことは知っとるわい。代わりにわしの命をくれてやるんじゃ。それでお前は生き返れる。大海王神様の命をオラに？いけません。だったら全宇宙はもうおしまいじゃ。ではせめてこの私の命を。私もそれくらいは役に立ちたい。無理せんでいい。お前はまだ若い。わしはどうせあと千年ぐらいしか生きられんじゃろから。じいちゃん。ではさらばじゃ。すまねえ。この命絶対無駄にはしねえぞ。よし、早く行け。ほれほれ、わしの死を無駄にする気か。あ、じゃ、行ってきます。おっと、待った。渡すもんがあった。ポタラじゃ。
あとで片方を左耳につけろ。これつけっと強くなれんか。もう片方はご飯の右耳につけさせるんじゃ。たったそれだけでお前たちは合体できる。え？本当？当たり前じゃ。しかも効果はフュージョン以上。これが昔からの海王神のとっておきの宝だったんじゃから。知りませんでした。本当に近頃の若いやつはしょうがないの。ほれ、ちょっと試してみ。お前とキビトで自分のポタラを使って。あっ、おお、すごいパワーですよ。これなら私も戦いますよ。お調子に乗るんじゃない。もともとが大したことないんじゃ。まともに戦いっこないじゃろ。ああ、こいつは確かにすんげえよ、じいちゃん。で、合体していられる時間どれくれなんだ。ポタラにそんな弱点はないわい。永遠にじゃ。もう二度と戻るようなことはない。え、ま、保証できんがな。めいったな。ずっとご飯と合体したままか。しょうがねえか。ブツブツ言っとらんでさっさと行け。死んでしまうぞご飯が。じゃ行ってきます。いろいろありがとうございました。何もかも消えてしまえ！お父さん、なぜ下界に？ご飯、これは？え？あ？い、ひ、拾え、早く！そいつを右の耳につけんだ！オラと合体してブーを倒すんだ。なんだと？合体？あった。これどうするんでしたっけ？させるものか。これはいい。前よりさらにパワーアップしてしまったぞ。ご飯との合体が。さあどうする。お前が合体したがっていた孫悟飯は私がいただいた。もうお前が合体するものなどどこにもおらんぞ。来たぞ。何人も何人も吸収しやがって。くそーく。この木は、まさか。どうした、もう諦めたか。ならとっとと死ねい。瞬間移動か。送るのはここまでじゃ。せっかく閻魔大王の計らいで肉体を戻してもらって一日だけ戻れたというに、あんなのが相手では。
気にするな。どうせ死んでいる身には変わらん。やるだけやってやる。ベジータ、やっぱそうだった。カカロット。ベジータ、黙ってこいつを右の耳につけてオラと合体してくれ。断る。なぜ俺が貴様なんかと。これしかねえんだよ、魔人ブーに勝つにはさ。貴様と一緒になるぐらいなら消された方がマシだ。こだわってる場合じゃねえな。終わっちまうんだぞ、何もかも。気に入らんのだ。この前貴様は俺と戦った時、さらに上の力があるにもかかわらず隠していた。何がスーパーサイヤ人3だ。いちいち勘に触る野郎だぜ。そんな奴と合体なんかできるか。悪かった。あれは変身していられる時間が限られてたんだ。もしもの時のために。言い訳などどうでもいい。俺に手を抜いたことに変わりはないんだ。舐められたもんだぜ。じゃあこのことも知ってっか。みんなブーに食われちまったんだぞ。ブルマもトランクスもだ。ブーが近づいてきている。頼む、助けてんだろみんなのことを。よくぜ、早く。見つけたぞ。ジータ、よくがこの合体は一度やったらもう二度と二人は元に戻れねえ。いいな。なんだと。くそ、こんなギリギリで言いやがって。いいんだろう、これで。サンキュー、ベジータ。何が起きた。よっしゃ。最強ライバルの共闘、吸収進化する魔人ブーを倒せ。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらにこいつがスーパーベジータ。おお、大したもんだな。来いよ。意気がるなよ。本気でやってほしいな。本気でやってこのダマだったかな。バカ、はめはめ。どうした、みっともないで。余裕だ。おっ、ギリギリ、しびれだ。余裕だ。何もやるぞ。
っと本気でやってほしいな。ベジータ舐めやがって。これからだぞ。もっと本気を出させてほしいもんだな。さて、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるからお祈りでもするんだな。1 2 3 4。ぐぅ、何やってるんだ。早く気づけ。ここまで追い詰められたらすることはたった一つしかないだろう。こうなったらあいつを吸収するしか。だがどうやって。そうださっきあいつにちぎられたあれを使って。7 8。やっと気づいたか。そのためにわざわざあの頭についている尻尾みたいなやつを切ってやったんだ。よし、やつは油断している。9。さて、果たしてうまくいくか。10。よし、バイヤー。はあ、やったぞ。なんてことだ。吸収されてしまった。終わった。いや、わからんぞ。え、ちょっと変だとは思わんか。やつはこれまで戦士を吸収するためにパワーをアップし姿を変えてきた。じゃが今回は変わっていない。どういうことですか。もしわざと魔人ブーに吸収されたとしたら、あやつ大したもんじゃ。無敵となった記念に消してやるぞ。こんな星。ブーの様子が変ですよ。やはりそうじゃ。あやつは吸収された仲間を救いに行ったんじゃ。これはまさか。
いた隠れろ。姿が元に戻っている。一体やった、みんな元に戻ったぞ。とりあえずこいつらを隠せ。ブーはまだ気づいていない。よし、すぐにブーのところに戻るぞ。あ